まあ、うまくいかなかったけど、教員は結構自信あったんだね。はい、もう全然うまくいかなくて、ほんと多くの生徒からそうすかみたいな。軽く授業法。始まりました、森田チャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてなんとですね、お笑い芸人でありお笑い芸人であり教育系 YouTuber である、はい、高田先生にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お笑い芸人で教育系 YouTuber ってなかなか合わないような組み合わせなんですけどもそうですかね、オリラジの中田さんとかね、はいはい、お笑い芸人で教育系 YouTuber として行ってますので、ただまあ僕の方が早いですけどね、 YouTuber としての歴は。え、オリラジは後輩になるんですか？いや、同い年なんですよ。はいはい。ですが、芸歴的には2年先輩かな、オリラジさんの方が。先輩なんですね。はい。あ、そっか、NSC13、はい、僕13期で、オリラジさん10期だから、じゃあ3つ。3つ上か。あと、吉本興業所属ということで。はい、そうですよ。吉本興業というブラック企業に、はい、所属して。今日も闇営業ということで。今日も闇営業ということで。これ、100元元です。元。あ、100元ってでも1000円ぐらい？そう。中国はダメですか？NG ですか？じゃあちょっと、それだったら、ちょっと台湾とマカオと香港も用意してきました。仕込んでんな、おい。仕込んでるな。そう、泣いてね、結構ボケを仕込んでくる人だとはね、事前のリサーチでね、確認はしてたんですけど、もうこれで終わりです。ちょっと中国 NG。中国は NG。周辺の国のを用意しましたけど、ね、ああ、国って言ったら怒られちゃいますね、また中国に。まあ、経歴がすごく面白いので、はい、その辺のことを聞いてきて、あ、ぜひぜひ。現在は、現在は芸人をやりながら、はい、高校の数学教師をやりながら、はい、あとは探究学者という興味開発を専門としている塾で講師をやりながら、あとはまあ某有名芸人の娘さんの家庭教師をやりながら、ボイストレーニングのインストラクターもやりながら、教育系 YouTuber もやりながらって感じですね。だいぶ幅広くやってらっしゃるんですね。そうですね、まあ、基本的に何か教えるっていうことを生業としています。まあ、芸人としてはやってるって感じまあ難しいですね、お笑い芸人。まあ、たまにね、お笑いライブ出てとか、あとはイベントの司会やったりとか。え、週、学校はどれくらい行ってるの？学校は今週3。あ、週3やってるんですね。うん、で、探究学者が講師としては週1で、はい、あとはコンテンツ開発とかもちょっと、なるほど、はい、関わってたり。じゃあ、がっつり働いてるわけじゃないですか。まあ、そっか、YouTube もそうですね、最近はあんまり上げてないですから、ちょっとサボりがち。忙しかったんですね。そうですね。はい、てっきりもう結婚して妻に全部任せっきりでってわけじゃないですね奥さんの本もこちらにありがとうございますお笑い芸人の嫁みたいなやつですよね。そうです、芸人の嫁になりました、芸人の嫁になりましたっていう、はい、はい、漫画ですね。メルカリで今一冊出品されてますよく調べてくださって本当に漫画売れ行きは、漫画はね、出したの結構前で、はいはい、6年とかそんなに経ってたんですね、ぐらい前かな、はいはい。で、当時そのダーリンは外国人とか、はい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 、あとは連れが鬱になりましてとか、はいはい、旦那さんのことを紹介するようなタイプのコミックエッセイっていうジャンルなんですけど、それが、ね、ヒット作がどんどん出てたんで、ちょっとその、ね、流れに乗ってって思ってたんですけど、なかなか難しかったですね。中国人嫁日記とかですね。ああ、ありましたよね。あとはなんか理系男子のみたいなのもありましたよね。先生になりたかった、これ両方で、はい、もっと算数と数学だけ好きだったっていう。ああ、違う違う違う、はい。算数、数学とお笑いだけ好きだったっていう。なるほど、算数と数学だけ好きだった。お笑いの要素どこにもない。冗談みたいな話なんですけど、はい、もう子供の頃、ひたすらドリルばっかりやってる子で、で、あと、子供の頃、ひたすらドリフの録画したやつを見てる。なるほど、ドリルと。ドリルとドリフで、あ、もう幼少期を出しましょう。出しましょう。いや、ドリル。ドリル、ドリル戦の回。ドリル回転、そうね。戦の回。そっちね、はい、ピキリキピッキーズの方もっとね、アメちゃん食べてんのね知ってますね。その算数数学は好きでずっと勉強してて、お笑いもまあ番組見たりとか、うん、もうベタに高校の文化祭でネタ作って初めて人前でお笑い披露したりとかっていうのをしながら、
で大学受験のタイミングでじゃあ数学の先生になるかお笑い芸人になるかっていう2つの、うんまあ、夢があってどっちも捨てがたかったので、うん、東京の大学出てきて学芸大学で教員の、ねまあ、勉強しつつそうですよ学芸大ですからねそうです、はい、東京の場合だと当時人力車さんとかあとは鍋プロさんとかが、うんフリーの芸人さんのオーディションみたいなのやってたんですよ。はいはいはい、そうですね。はい、人力車、バカバクソっていうライブが、まあライブですよね、あって、それのオーディションとか、あと鍋プロさんもなんかやってたんですよ。事務所ライブのオーディションの出しておきますか。芸人さんとオーディションとか、アンタッチャブル、アンジャッシュとかですね。トランクドラゴン、オギアハギね。で鍋プロだったらネプチューンですね、はいまあ。当時だったら命でおなじみのあ T.I.M. さん T.I.M. だったりとか、はい、そのオーディションをタイタンさんもやってたかな。アクションもあった。でそのオーディションとかを受けに行ったりしながら大学で勉強しながらっていう感じだったんですよ。うんうんうん、ナイツさんとかはい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 。あとは三拍子さんとか、はいはいはい、超新塾さんとか。なんかそこら辺の人が同じオーディション受けてたりはしてました。なるほど、うん、でもまあ僕は全然オーディション受かんなくて、一人でやってたんですか。一人で当時はやってました。 R1 グランプリとかも始まってそれも一人で出たりとかはしてたんですけど、まあ、なかなか結果は出ず、うんうんうん、で大学4年卒業することになったんで一旦教員になったんですよ。教員1年目でまあお笑いはうまくいかなかったけど、うんうん、教員は結構自信あったんですよね。ほいほいほい、まあ、教育実習とかもすごい楽しくやれたし、うんうん、なるほどなるほど、うん、なんかほんと楽しいノリでまあ教員やっていこうって思ってたらもう全然うまくいかなくって。そうなんですか。はい、これ意外。もうボロボロでしたね、1年目は。お笑いのパワー出せばって思ってたんですよ。僕も子供なんか一コロナみたいなって思ってたんですよ。ところがね、まあ持って1ヶ月ですね。最初はね楽しい先生や来たみたいな、1学期とかって教える内容もそんな難しくなかったりするんで、うんうんうん、全然乗り切れるんですけど、学期が進んでいくごとに、まあ、徐々にこうボロが出てきてというか。何年生やったんですか。中学2年生。中学2年生、はい、数学嫌いになる時ですね。僕もともと数学好きだったし得意だったから、うん、まあいわゆるそのできない子の気持ちが分かんない状態で、うん、なるほど、若くて尖ってるところもあるから、うんまあ、自分なりの教え方を貫き通そうとして、はいはいはい、うん、で、まあ、できる子からは割と評判良かったんですよ、はいはい、分かりやすい授業だと。なるほど。でもできない子からしたらちょっと分かんないと、それはお前が悪いんだみたいな、うん、スタンスで、うん、なんかグラフのやつがあるのよく覚えてます。人事関数のグラフとかでしたっけ。とにかく僕も中学校もう数学つまずきまくってたんで、本当多くの生徒からソース感みたいな感じで、まあ、軽く授業崩壊みたいな状態で、はい、精神的にも病んじゃって、ほう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 、で1年で教員辞めるんですよ。あ、そうだったんですね。で大学時代全然お笑いもダメでした、はい、で教員になってみたら教員もダメでした。あ、ね、ドリフとドリフしか、あ、ドリフとドリフもどういうこと。ドリルとドリフしかなかった高田くんは2つともダメで、2つともダメで、フランス料理のを学び始めそれが後のトリフ、ね、トリフドリフドリルトリフね、はい、でもラッパーにもなろうと思ってたそうなのね。そこでどうなったんですか結局。まあそれで1年間フラフラしてて、これといった仕事は何もしてなかったですよ1年間、はいはいはい、当時ね井の頭公園って特にこう申請とかなく勝手に店出してよかったんですよ。そうなんですか。そうそう、なんか土日になるとほんと朝早くから場所取りみたいなのが始まって、はい、日中ずっとそこで、まあ、パフォーマンスする人がいたりとか、占いする人がいたりとか、うん、なんか自分で作ったアクセサリー売ってる人がいたりとか、うん、みたいな場所だったんですよ。でそこに暇つぶし専門店っていうお店を出すんですよ。それは一体何をするんですか、はい、あの来た人の暇つぶしの相手をするっていうお店で、森手先生さんじゃないけど僕も結構多趣味でというか、なんかいろいろ好きでやってたんですよ。手品とか、手品にゃみたいな、手品にゃみたいなとかで、まあ、それこそ謎かけとかね、はいはい、ギターの弾き語りで歌を歌ったりとか、はいはい、あとはまあお笑いもね、その R1 グランプ出たりとか、うん、そういうのしてたから、そういうのを使って来た人の暇つぶしの相手をするっていう。どれぐらいお金もらえるんですか。基本お気持ちでっていう感じにしてたんですよ。それ1年間それで生活して、まあ1年間、まあそうですね、楽しんでくれ
る人も結構いて、はいはいはい、本当なんかなんかすごい楽しかったからって5000円とかポンってくれる人とかもいたりして、うん、あ、じゃあなんか意外と大学時代いろいろこう笑いのオーディションとか受けたけど、うん、ダメだったけど、でもなんか人を楽しませること楽しいし、楽しんでくれる人もいるんだったら、うん、ラストチャンスぐらいのつもりで一回本気でお笑いやってみようかなってなって、それで吉本入りました。あ、吉本の養成所入って1年間やって、うんうん、で、まあ、所属ってことにもなって、あ、そうですね、所属できるってことはちゃんと結果出さないと、うんうん、いやでもね、実はそうでもないんですけど、そうなんですね、授業をただただ真面目に言ってれば卒業資格は得られて、はいはい、卒業からそのまま所属になれるんです。おー、そうなんですね、うん、厳密に言うとね、卒業公演っていうのに出られたら所属になるんですよ。辞めずにずっと言ってれば、まあお情けで出させてもらえるんですよね。なるほど、じゃあ その卒業公演のネタを、ちょっとですね、高田先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube とかけまして。YouTube とかけまして。